すごい音鳴るくない？なんか鳴りますよね、これね。怖い音鳴る。どうしちゃったの？6月10日、2002年生まれ。最近だ。こんにちは。出身地は？大阪？こんにちは。あ、さっきは、こいつだよ。初日ちゃん、18人ってこと？今日は恋凸でーす。兵庫県か。恋凸恋凸。恋凸恋凸。恋凸恋凸。兵庫のこと同じやったっけ？すごいもうさ、全然ペン持たへんからてか。投票は意味ないです。じゃあ。ケイトのことが、かわいいなと思う人は1番で、かっこいいなと思う人は2番で投票してください。あ、聞き手ついてありがとう。今日で99回。そうなん、カレン、お祝いしてもらえるってこと？次そう、今日はみつあみちゃんです。次お祝いしてもらえるってことでいいですか？しかも見てください、嬉しい、し珍しくピンクのありがとうございますつけてる。やった、今日入れます。お、いっぱい声出してくださいね。叫んで叫んで、どっちも、はい、お、両方投げてください。じゃあ内定式緊張し、両方投げたよって、ありがとう。もうこいつもさ、あと何回かしかないのでね、びっくり、本当に。ね、なんか千秋楽決まってからがあっという間すぎて、急すぎてね、え、そう、もうすぐやん。気がついたら終わってるやん。本当にそう。早いね。それです。キャンドルポイントな。え、あと何回やろ。ね。なんか数えるぐらいしかないよね。もう5本指より少ない。肉にそうなんです。だから片手よりも少ない。そうなの。ミュージカルに出ること、おー、そうや、言ってたの。レッドメイクですか？確かに今日ちょっと赤いよねでもこれはあのだんだん薄くなっていくから、今今日はピンクにしたけど、ちょっとね、そう、濃いなって思ってるんですよ今特に口がね、あの急いで塗って出てきてしまうかもやから。そう、ここから薄くなります。あ、劇場到着、来てくれるんや。まだ調節前、はい、これ待ってますね。未完成です。だから普通に例えると白鳥、超綺麗。そうそうそう、からまだ調整がいるのね。何で好きなの？あ、ガレット食べたそうです。ガレット、おしゃれ。キットはね、ほとんどメイクはほとんどやってもらうから早い。メイクさんってすごいんですよ。髪の毛もやって、トータルだいたい頑張ったら15分で終わらせれるから、そう、すごいよね。ほんまに。でも研究生の時あるあるなんですけど、研究生の時はほんまに時間がないからいつもそう、バタバタバタって最後の方にいつも10分とか15分でやってもらってケイトさんはもう寝てたイメージもある。そう、ケイトはケイトはこう寝てたら顔が完成してるみたいな魔法。そう、魔法です、メイクさんの魔法。若い年からすごい。いろいろは絶対間寝てたよな懐かしい。みんなおねんねしてた。すごいな、寝てるのメイクするのって絶対難しいよな。確かに揺れちゃうしね、こうやって揺れるし。これから声、そうですよ、声は突然やってくる公演です。ぜひ見てください。もうね、あと何回かしかないメイク中寝てる。
基本今日もねかけてた相変わらず、うん、相変わらずその癖は抜けませんね。ずっとみんな CS 見に行くの、うん、MC いいの。来てくださいよ。全然ね、ケイト何時間でも寝れる。嬉しかったし、あ、歌ってる時今寝ても全然夜も寝れるし、逆に今寝やんかったら夜、ね、夜寝ても足りないぐらい。趣味は一生寝てる。あんまりメイク中も寝るし、なんならなんか着替えながら頭寝てるし。公演もはけたらもうスイッチオフになってるから、公演中でもはけた後はもう頭寝てるそれぐらい寝てる。昨日の夜に仕事頑張ってきました。おお、ほんまに寝すぎぐらい。そっか、昨日やったんか。そう、楽しかったです。めっちゃ休日も、そうそうそうユニットが終わったらだから一回寝に行くの。こんにちは、おやすみタイムです。ありがとうございます。移動中も絶対寝てるし、日本シリーズ寝てないことの方が珍しい。かんない、昨日もありがとうございました。めっちゃ近くてすごくなかった。かわいい、嬉しいペロちゃんの声がするってペロちゃんだよ。ペロちゃんだよ。ペロでーす。で、どこやったかな。あ、ほら、ペロちゃんの声。ほんまや。ペロですよ。ペロでーす。プロちゃんでーす。あいだ。パロちゃんでーす。だれー。パロちゃん。誰かわかんない。こんにちは。ペロちゃん、ペロだよ。なんでペロちゃんって言われるようになったの？でもレイコさんがペロちゃんって呼んでくださってて、うん、それをファンの方も真似するようになって、うん、お見送りの時いつもペロちゃんって言われます。言われるの？はい、ファンの人に？言われます。レイコさん推しの方とかがいつも言ってくれはるんです。そうなんや、浸透してるのね。浸透してしまったんです。うん、こんにちは、こんにちは。ペロちゃん、こんにちは、こんにちは。ご飯食べちゃおうかな。もう着替えたらもう食べちゃおうかな。小腹が空いた。あ、おせんせんと同じパターンね。確かに。え、ちゃうねん、聞いて。こないださあのフリューフェス出させてもらった時にさ、はいはいはい、あのステージ袖にお水があったやんか、うん、ほんでペットボトルのお水が置いてて、うん、でそこに一つおせんって名前書いててんか。え、そう、それで、はい、誰、何なんやろこれと思って、うん、水やと思わず見てさ、え、おせんと思ってさ、あ、そっか、そう、あの、おせんって何と思って、なんでペットボトルに入れてんだろうと思ったらさ、シンシンのことやってさ、おせんせんやから、そうそうそう、びっくりした。ややこしい、何やろって言われました。誰かわからんしね。そう、おせん、おせんってなんでこんなとこ置いてんのやろうと思って。そこだけやった。おせんせんでした。ややこしい。せんせん、そう、おせんせん、しんしんのことです。誰もなおちゃんって言わへんよな。え、そう、なんかでもいじりたいときはいつもなおちゃん、あ、言ってる、言ってる。うわ、出た、カレンタンのなおにゃおクイズな。そう、にゃおかなおかどっちかわからんっていう。なおって呼んでるのかにゃおって呼んでるどっちでしょうかっていうクイズやってる。カレンタンが壊れた時にやるやつ。そう、リハでちょっと疲れた時にそうそうそう、心身で遊ぶっていう、うん、ブーブーなおって言って、どっちやと思うって言って、で心身がちゃんと今のはなおって言って、そうそう、ちゃんと答えてくれる、相手してくれる。確かにリハ期間はブームかも、うん、ブームブームですね。やばいやばいね、カレンタン。すんごいとんでもない無茶ぶりが来た。にゃおさん、そう、にゃお、にゃお、
なお。そう、カレンタうまいね。ちょっと、そう、ちょうどわからんラインをいくね。ちょっと一回言って。にゃお。あ、ほら。にゃお。なお。にゃおでした。ほらね。ちょっとむずいやろ。ちょっとむずい。なお。なお。にゃお。なお。むずいって。面白い。むずいよ。ちょっと地味に難しいんでしょ、これ。むずい。そうそう。うまいのね、このクイズ。みんなでやってるんです、たまに。リハの間の時間にこんなことをしてるんだ。でもみんなね、ロッキーとドラファで集まったりしてます、ね、最近は特に。そうそうそう、なんか自然と集まってるような。来たらみんなそこに集まっちゃう。そう。こっち座ろうみたいな感じで。居場所がね、自然とドラさんロッキーで集まってるの。そうそうそう、ライブのリハ期間とかじゃないとやっぱチーム違うと会うことなんで。そうよね。あんましないか。でもなんか今年はさ、多かった、ライブが多かったからさ、いっぱい会えたし、なんかいっぱい喋った気がする、ね、そうそう、そんな感じがする。チーム違ってもだから結構話してた気がする、ね、楽しかった。そうそうそう、なおにゃおクイズいいねやって。面白い。いつでもどうぞ。楽屋すぎるよな。ね、これをステージでやろうとしたら。確かに、いつもこんなことやってるんやって思われちゃう、ね、バレちゃう。シンシンマジで怒らへんよな。あ、そうですね。え、言ってましたよ、本人も怒ることないって。怒ることないやん。すごい、見たことない。ね。メンバーが怒ってるところ自体あんま見たことない。確かに。カレンタンは見たことある。嘘嘘嘘嘘。カレンタンはマジで怒らん。カレンタン六期生マジで怒らんよな。あ、本当ですか？怒ってるとこ。まあ。ケタずっと怒ってる。って感じしか、可愛い感じでしか怒らへんから、あれも怒ってると入ってない。もう威嚇みたいな感じ、猫ちゃんがニャニャ言ってるなって感じでした。あかんやん、ほんまに怒ったらじゃあニャニャ言ってるなってしか思われない。シャーシャー言ってる、あ、もう可愛いな、仕方ないなしか思われ。やばいやん。はい、見なされないです。ほんまやな、今の感じだったらドラさんみんなブチ切れてるみたいね。ロッキーは怒らんなってケイトが言ったからさ。ドラさんは怒るんかいみたいな。のほほんとしてるからロッキーってなんか、の感じある。ドラさんの方はわちゃわちゃしてるから、どこなの、それでもないか、難しい。人によるよな。なんかね、なんかちょっと違うけど、その違いを説明するのが難しい。でも、うん、確かになんかちょっと違うんですけどね、うん、ちょっとノリの感じちょっと種類違うんやけど、で仲いいの、仲いいの。なんて説明したいか、なんかドラさんはなんかシュールな感じの笑いが好きな人がいて、ロッキーはなんかふわふわした感じの、なんか不思議ちゃんみたいな感じ。あとゲラ。みんなめっちゃ笑ってくれる、ロッキーで。ゲラ。だってハルちゃんもラビもめっちゃ笑うし、カレンタも笑うし、シンシンもシンシンもめっちゃ笑うよな。そう、シンシンすぐ笑ってる。なあ、シンシンめっちゃ笑う。他二人もめっちゃ笑うし。そうそう。確かに。十五分経過して、ほんまや、びっくりした。ほんまや。ありがとうございます、見てくれて。まもなくね、声は突然やってくる。声はゲラなんです、ね。始まるので、ぜひご覧ください。大人っぽいのか。この前でありがとうございました。おにゃんさんがブチ切れてるのも想像できへんなって、うん、確かに。ミカニャンも全然ね、怒ってることないな。ではでは、本日もありがとうございました。公演よろしくお願いします。いっぱいペンライト振ってコールもよかったらカレン叫んでください。お待ちしてます。後でね、そうそう、はい、なんか違うんだよね、ドラさんロッキーも。ありがとう、楽しみにしてます。仲はいいけど、なんか行ってまいる、種類別。そう。
ケイトが切れたらどういうタイプか。ケイトはでもなんか逆に黙るタイプかも。あー大人。いや大人なんかな。大人じゃないけど。いやでもキャ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 って言わないって言えへんそれが。あーなんか逆にそうそうそう、わーって言う、はい、体力はない。体力はあるけど。そう、でもほんまになんかお姉ちゃんっていうのがびっくりでした。彼は最初ケイトさんがやっぱ、うんうん、ね、年下っていうのもあるけど、めちゃくちゃ妹ちゃんって感じだと思ってたから。そうそうそう、お家の感じが想像できないかも。最近は想像できるけど最初は全く想像できなかった。そう、怖いでしょ。気になるお家でどんな子なのか。逆に分からんから気になる。そう、一番怖いでしょ。それで静かに怒ってる人が一番怖いって言われるからな。優しいよ、そっち怒らないの。ほんじゃそろそろランキングを読めますね。13位キヨさん、12位コールラビンさん、11位ナウチさん、10位マキシママザユーくんさん、9位タヌートンタンさん、8位エアトレヨッシーさん、7位バンドネオンさん、なんか難しい。6位カズツンさん、5位ショウキさん、4位グニアンさん、3位リョウヘイさん、2位ハチロクさん、1位チャウチャウさんです。ありがとうございます。じゃあこの後は18時45分からあれします。ご挨拶します。あ、そっか、投票、こう投票やからランキング関係なかったのか。あ、そう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 。じゃあねー。バイバイ。